意味もなく眠れない夜がありますか？ふと誰かの顔を思い浮かべることがありますか？忘れられない思い出や抑えきれない気持ち、開けてください。12の切なさの扉を。ラブチャンス、非日常が生み出す高揚感の中で絶対何かあるって平木弥生先生も書いてるでしょ。漫画だから。ダメよそんな弱気じゃ。若い時は二度ない、どんとやれってトルストイも言ってるよ。嘘ばっかり。ほら太鼓、また姑の嫁いびりか。わざわざ硬いとこで叩くんじゃない。お前にはちょうどいいだろ、昔から石頭だし。何よ、哲郎だって昔から性格悪いくせに。お前といる時だけだよ。なんですって。おーおー、また夫婦喧嘩か。熱いね、相変わらず。だから夫婦じゃないって言ってるでしょ。そう、シャレにもならない腐れ縁なのに、お前ら俺たちを青垣祭のクラス代表なんかにしやがって。そうだよ、迷惑この上ないよ。でも5年生からずーっと一緒なんだろお前ら。そりゃ結婚するしかないよな。もうそうだ。お前らで、佐々木くんにあだっちゃん、飲み物の調達とか保健所のこととかどうなったの。ちゃんとやってるよ。ごめんね、あいつのこと性格悪いなんて言って。ま、言葉のあやっていうかさ。うん、佐々木くんの性格悪そうなところも好きだから。あ、そう。でも
なんかいくら頑張ってもやっぱりダメみたいな気がする。またまた、どうしてそうなっちゃうのよ。だってそうだ、明日さあいつとうちで予算とかの打ち合わせするから、ジグさんも協力してよ。協力って？形だけ形だけ、そこで二人きりにしてあげるからさ。うまくやんないよね。うまくって言われても。なんでもいいのよ。消しゴムを落として拾おうとした時に手と手が触れ合って、あっとかさ、コンタクト落としちゃって処分してる途中で、あごめんとか。漫画じゃないんだから。お、よくわかったね。はい。ほら、この漫画だとこんなとこまで行っちゃうんだよ。だからね、大丈夫だって。非論理的だってば。どうか言って来たじゃない、しっかり。だってま、いいからいいから。来たからにはしっかりね。工藤千草来ました。おはよう。おう。ちぐさ、ここね。災難だったな、太鼓に巻き込まれて。ううん、こらえてこらえて、今日はちぐさのためなんだから。じゃあ私何か飲み物持ってくるから。あ、なるべくゆっくりやんなくっちゃ。哲郎、どうしたの？トイレ借りるぞ。何よ、さっきも言ったじゃない。うるさいな。人のトイレの回数までおせっかいすんなって。だって。せっかく二人きりにしたのに。いいよ。いいって。私がやるから座ってて。なんだよ。危ないよ。あんたは他にやることあるでしょ。何やってんだよ。鉄郎のせいでしょ。ごめんね、今日はなんかうまくいかなくって。そんな。帰りはどうだった？いろいろ話した？最後にじゃあねって言ったぐらい。ありがとうって。ったくあいつ気が利かないんだから。やっぱりダメだって分かったよ。ダメだよ、いきなりそんな。だって私といても楽しくなさそうだったし。それはさ、あいつきっと緊張しまくってたのよ。ちぐさ可愛いから。そうかな。私、佐々木くんにはもう好きな子がいると思う。それはないよ、絶対ない。私、あいつのことずっと見てるけど、そんな気配全然ないもん。多分当たってると思う、私の勘。ちぐさらしくないじゃん、非論理的。本当だね。大丈夫だって、絶対私がついてるから。また明日作戦練ろうよ、ね。じゃ、また明日ね。あ、お母さん、模擬店の飲み物だけど。ああ、家事消費にしとくから好きなだけ持ってきな。ダメでしょ、コンビニや量販店に押されまくってるのに。そうだよね、定価で売るか。せめてあちがけ。ろ
奥がけでいいよ。ありがとう。その分私得意先回りするから。ああ、そういやあれだってね、佐々木さんとこ。何？鉄ランチが引っ越すんだって。詳しいことは聞かなかったけど、急に決まったらしいよ。再来週の月曜だって。青垣さんの翌日じゃない。ああ、そうだっけ。ダメだよ。え？このままじゃ。時に渡して告白するんだよ。タエちゃん、編み方教えてくれる？うん、頑張ろうね。おい、妙子、少しは手伝え。ごめん、本当にごめん。そこだけやっとぎようか。ダメ、私がやんなきゃ意味ないもん。私頑張る。たとえ佐々木くんが好きなのがタエちゃんでも。あ、何それ。あのただの私の勘だけど。バカね、ジグさ、私とあいつのやりとりいつも見てるでしょ。でも佐々木くんが名前で呼ぶのタエちゃんだけだよ。ケイジ、こっかな。やめてよ、典型的なパターンじゃない。おやすみ。あやよ。え、ただ一人名前で呼ばれるヒロインは幼なじみの彼の本命で、それを知ったヒロインはじゃない。鉄郎はただの幼なじみ2号だもん。
私の本命は…してたのに知らないうちに気になってたあいつ。バカみたいかもしれないけどまだ忘れられないよ。おい探したぞ。鉄郎くん。くん？お前熱でもあんのか？熱なんかないよ。それがさ、パンフの印刷代が意外とかかるらしくてさ、急遽スポンサーを探すことになったんだ。クラス代表が。だよな。鉄郎と二人で。俺だって嫌だけどしょうがねえだろ。んじゃあ放課後な。平気なはずでしょ。好きでもなんでもないんだから。お願い、ついてきて。ごめん、今日は科学部の方の手伝いをしなくちゃいけないの。ずっとほら、こっちでサボってたから。そっか。でも、すぐ終わると思うから、後から行く。助かる。じゃあ、青い森の公園で5時に。私が余計なこと言っちゃったから。どうしたんだよ。いつもならチャカチャカ引っ張ってくお前が。変なやつ。鉄郎。ん？あんた好きな子いるの？なんだよ突然。いいから答えて。くだらねえ。大事なことなの。いる。誰？ねえ誰？言えるかよ今さら。佐々木くんが好きなのがタイちゃんでも。待って。以上になれないから。ごめん。現実は漫画みたいにうまくいかないな。どうして私のことなんか好きになるのよバカ鉄郎。明日引っ越しじゃない。ちぐさ、鉄郎くん、青森駅に？はい。ちぐさからも電話が？今の？ちぐさ、ちゃんと渡すよね。あんなに一生懸命編んだんだもん。
哲郎、絶対受け取ってくれるよね。はあ、あんたみたいなバカ、とっととどこへでも転校しちゃえ。私はあんたのことなんか何とも思ってないんだから。何言ってんだお前。この後に及んでまだ。タエちゃん、チクサ、違うの。タエちゃん、え、バカ、誰が転校するんだ。誰が、え、だって引っ越すんじゃん。引っ越すけど近場なの、転校はしないの。そうなの。私もさっき聞いて、だったらもう少し完璧にしようかなと思って。できれば初デートの日に間に合わせたいし。ごめんね、私の勘違いだったの。哲郎くん、ずっと私のこと。お前となら男同士みたいにできたんだけど、工藤とはつい意識しちまって。何よそれ。こんなか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 な。タエちゃん、もうあとは少女漫画のシミュレーションはできないからね。哲郎、なんだ。あんたが少年漫画のノリで引っ張ってきなさい。だそりゃ。非論理的。ほんと、私にも早く春が来ないかな。無理だね。ちょっと、ラストくらい爽やかに終わらせてよ。やがて溶けてしまうから、今を一生懸命輝いてる、そんな白さが好きです。何もない雪の上に足跡をつけてみたいけど、何かが壊れてしまいそうで、それができない私です。次回センチメンタルジャーニー第12話、沢渡ほのか、ほのかな恋の物語。誰か私に勇気をください。